Nikolai Tesk, The Quality for Certainty。 本研究は食品中に含まれる高親水性のニコチンアミド代謝物をコスモシール PBR カラムを用いて一斉分離したものです。動画では分析前に必要な実サンプルの前処理方法をご説明します。今回はトマトを例に前処理方法を説明します。操作の直前までサンプルは冷凍で保管しておきましょう。ご使用のサンプルに応じて凍結乾燥してから破砕を行ったり、ミキサーを用いて破砕を行うなど適切な方法をご選択ください。破砕のポイントはサンプルを均一にすることです。均一でない場合、再現性が得られないため破砕はしっかりと行いましょう。すりつぶしたサンプルを遠近管に測り取ります。クロロホルムは比重が大きくチップから垂れやすいので素早く点火しましょう。超純水も点火します。攪拌は遠近管の蓋につかないように行います。10分間遠心します。遠心は室温で行います。海面を乱さないようにゆっくりと取り出します。遠心後、上から順に透明な水槽、脂質、そして着色している有機層の3層に分かれます。透明な水槽の部分を回収します。チップの先に注目です。脂質を吸わないように液面が下がるのに合わせてチップの先も徐々に下げていきます。フィルターでろ過を行い、ろ過後の溶液に残渣がないことを確認してください。ろ過した水槽をチューブに移し、エバポレーターで溶媒を完全に蒸発させます。その後、超純水を添加しピペッティングにより乾固物を溶解させます。これにて実サンプルの前処理は完了です。分析に進みます。実サンプルを分析する前に標準品の分離条件を必ず検討してください。当社では移動層に LCMS に適用可能な偽酸アンモニウムを用いました。検討ではピークが重なっていないか、ピーク形状はシャープか、テーリングはしていないかを確認しましょう。UV 波長で確認後、 LCMS でも標準品のピークが検出されることを確認します。標準品で検討した条件でトマトからニコチンアミド類を検出することができました。本研究の詳細は当社ウェブサイトまたは論文をご覧ください。概要欄に URL を掲載しています。Nikolai Tesk, The Quality for Certainty.